秀吉もびっくり、一目千本、絶景じゃ絶景じゃ。こんにちは、ドローンクルーズ旅人のトギです。今回は吉野山高城山登山に行ってきました。大阪方面からは国道37号線を北から南へ行きます。吉野山の下の方の駐車場はだいたいもう9時から10時ぐらいでもう満車でした。で、ずーっと国道37号線を南へ登っていくと、中千本観光駐車場っていうところがあったんですよ。そこにたまたま止めたんですが、なんとそこが実は言うと登山口でした。登山ルートは急登がさほどないような状態でしたね。ちょこちょことまあ急登はあるんですけど、そんなめちゃくちゃ急登ではなかったです。で、初めのまあ2箇所ぐらいですかね、ちょっとなんか地面自体が滑るところがあったんで、そこら辺がちょっと気をつけてもらった方がいいかもしれません。で、あとは階段も結構なところあったんですけど、そんなめちゃくちゃ急登ではないので、まあまあゆっくり行けばそんな疲れずに行けると思います。距離もね、そんな言うほど長くはないので、ゆっくり行けば楽しめていい感じの登山ルートと思います。今回はもうピストンで帰ってきました。ここね、毎回そうなんですけど、平日でも結構人いてるんですよ。なのでそこら辺もちょっとね、気をつけて登山していただければと思います。そうですね、こんな感じで下は雨降って、これね、登山靴、メレルのカメレオイドで、長ロングソックス、これでなんかふくらはぎを締め付けるからいいらしいので購入しました。これを試したいと思います。
スに出るのかな。こんな感じで、この階段。いやでも自然っていいっすよね。めちゃくちゃ気持ちいいです。今回ね、桜見に来たんですけど、全く桜の感じがしないですよね。大丈夫かな。頑張ってきます。Got cold dreams.
多分こっち。
Please don't forget to say